いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回はこちらコメリさんのスタンドバッグ L サイズ、こちらのご紹介していきたいと思います。サイズが68、68、68、ワイヤー入りで自立ということでね、ここが一番のポイントかなと思います。で、いろいろな場面で使えますね。庭木の剪定、作業場のゴミ入れということで、今回ね購入した理由としてはこちらのね庭木の剪定や、まあ、雑草処理ですね。はい、こちら今まで商品名ねワンダーフートンとかって言ってたと思いますけど、こちら使っていたんですが、はいね、まずこちらちょっとサイズ違いますけれどもね、47センチ高さ52センチということで、はい、ではね使う時にはねまずこう広げます。はい、その前にねこちらも毎度毎度綺麗に高圧洗浄機で洗ってるんで、はいね、ゴミ、虫、泥、何もない状態というねところになります。はいね、今機嫌よくこうやってね立っていますけれども、はいね、雑草なり何なりをこれでフォークで入れるけれども、これね取っ手の部分こうありますから、ね、とにかく、ね、避けなきゃいけない、こう、はい、ということはね最初のうち少なく入れなきゃいけないと、ね、とにかくこうね倒れたりよれたりいろいろするんで、ね、すごくストレスを感じる袋ではあるんですが、ね、はいね、まずねこちら戻しましょう。はいね、こちらの袋かなり耐久性があって、まあ、穴開いてもね、エースクロステープかなんかで、ね、貼ってあげると、まあね、かなり長持ちしますんで、とにかく、はい、こちらね今まで庭木の剪定、ね、するときには使っていたんですが、まあ、今回ねこちらコメリさんの店頭で見て、あ、いいなということでね買ってみました。はい、ではねちょっと開けてみましょう。よし、ね、はい、手を切らないように、はいね、これはまずね開けることはできたとしても、ね、折りたたみができないというような可能性もねちょっとありますんで、はいね、お店でね見た時にはかなり、はい、まあ、頑丈でどうやって折りたたむのかななんて思いましたけれども、はい、どうなんでしょうかね。ここですね、ここを、はい、こうですね、はい、なんかポップアップテントみたいですよね。ポップアップテントの場合も、はいね、いきなりこうボンと行くんでしょうかね。はい、行かないですね。はい、そうではない、はい、ポップアップテントと同じようなことではないんですね。はい、ちょっとじゃあ広いところに行って、はい、ちょっと開けるとき、はいね、ちょっと、はい、こんな感じで中に入ってあげるといいのかなというところでね。はい、では床に置いて、はい、いいですよね。これまずね、こちらに持ち手が降りるんでね、こんなことには絶対、まあやろうと思ったらなるけども、別に当たることもないんでね、こういけるんで、こちらの場合はね、とにかくこうやるにしても、まあね、クリップかなんかで押さえなきゃいけないっていう、こういうような仕様だったんで、はい、でこの状態でね、まあ雑草こうあれして、そのまま、まあ量を気にせずにドヒャッと入れれていいのかなということで、この下に M サイズというね小さいサイズもあるんですが、はいね、これすごくいいかなというふうに今ね開けて思いました。はいね、すごく、まあどうでしょうかね。まあここそうですね、なんかクレーンで釣っても壊れることはなさそうな、そんなね、まあこれに砕石とか、まあコンクリートとか入れるとそれはちょっとダメだとは思いますね。こちらの袋の方はねそういうことに使ってもまだいいんでしょうけども、ちょっとねこちらの場合は重たいものは、NG かなというふうに思います。はい、ということでこちらね、まあ、2つ用意したんで、はいね、まずちょっと畑でね今
明日から使っていきたいなと思います。はい、ということでコメリさんのスタンドバッグ L サイズのご紹介でした。以上、ご視聴ありがとうございました。